ペテロの手紙第2三章愛する者たち、私はすでに二通目となる手紙をあなた方に書いています。これらの手紙により私はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたいのです。それは聖なる預言者たちにより前もって語られた御言葉とあなた方の使徒たちにより伝えられた 主であり、救い主である方の命令を思い出させるためです。まず第一に、心得ておきなさい。終わりの時に、あざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながら、こう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。自分たちが眠りについた後も、すべてが想像の始めからのままではないか。こう主張する彼らは、次のことを見落としています。 天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったのであり、その御言葉のゆえに当時の世界は水に覆われて滅びました。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方は この一つのことを見落としてはいけません。主の見前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし、 主の日は、盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このように、これらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方は、どれほど聖なる経験な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして、神の日が来るのを待ち望み、 到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ですから愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのなら、しみも傷もない者として平安のうちに、 神に見出していただけるように努力しなさい。また、私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その手紙でパウロは他のすべての手紙でもしているようにこのことについて語っています。その中には理解しにくいところがあります。 無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して自分自身に滅びを招きます。ですから、愛する者たち、あなた方は前もってわかっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失わないよう、よく気をつけなさい。私たちの主であり、 救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。